クール代表の溝です。今回のテーマはこちらです。ショートボブ向けのアップアレンジです。後ろがこのような感じで、横がこういったシルエットになってます。このアレンジかなり短めでもアップアレンジできますので、今までショートとかボブで諦めていた方もぜひ見てみてください。それでは解説していきます。長さはこれぐらいですね。生え際5センチぐらいのボブです。でもうその何もしなくてもそのままでも始めてもらっていいんですけど、もし巻ける方はこういった感じで外羽巻きですねを全体にしておくと、髪の毛絡みやすくなってアップアレンジしやすくなりますので、もしできる方は巻いておいてください。まず前の髪を取っておきます。この耳から前ぐらいのところですね。そしてこの耳下ぐらいですね、これぐらいです。この髪を取りまして、これですね。でこの上の髪をクリップで留めておきます。でこの下の髪ですね、これをゴムでまとめます。でもしこのウィッグより短い方ですね、短い方は2つとか3つに分けてゴムで留めてください。これをゴム留めします。で結構これはある程度きつめがおすすめです。これぐらいですね。でこれでねじってピンで留めます。でこの毛先をねじって下からピンで留めるんですけど、もしこれが難しい方はこういった感じでピンをバッテン止めしてしまって、これを上げてください。この毛先を上げてアップアレンジすることが目的です。それでは刺していきます。こういった感じでねじります。ねじってこのゴムの裏ですね、表面ではなくてこのゴムの裏を狙ってピンを刺します。ゴムの裏とこの毛先を通すイメージですね。こういった感じで通します。これで綺麗に留まります。ではこの前の髪ですね、前の髪を遅れ毛を適量お好みで残して、この先ほど留めた後ろにピン留めしていきます。もしこの横の長さがもう少しある方はピン留め難しいのでクルリンパでも大丈夫です。今回は長さが少し足りませんので、こういった感じでねじってピン留めしていきます。こういった感じで軽くねじってここでピン留めします。でピン留めの基本は基本的にこのねじった方向と逆の方向からこっちなんですけど、もし難しい場合はこれもこれ隠れますので、こういった感じでバッテン留めしてしっかり固定してください。ではピンを留めていきます。ねじった方と逆からこちらからですね。でこの毛束と地肌を通すイメージでぐっと留めていきます。では逆も同じくねじってピンで留めます。それでは下がすべて完成しましたので、上の髪を作っていきます。でこの髪を今回はクルリンパしていきます。でこの時にどうしてもこう角度が上がったりしてしまうと、ここにラインができますので、しっかりコーミング手ぐしでもいいのでしながら、ここと極力なじむような角度を見つけてしてください。ここでクルリンパをします。でゴムはある程度きつめで、穴は最小限です。穴は最小限にすることでここの広がりを防げます。 ですね。で角度を下げたまま毛束を引き上げます。これでねじれてるところとか後頭部を引き出していきます。まずこのゴムのところですね、土台を押さえながらほぐします。まず後頭部は一番高さ出てもいいので、ある程度高さを出しながらほぐしていきます。で間隔を空けながらほぐすことでツヤが出ます。でこの隙間ですね、ここを隠すようにこのクルリンパねじれのところは下に向かってほぐします。でこのピン留めしたところですね、これは上に向かってほぐします。こうすることでこの隙間が隠れてナチュラルな仕上がりになります。この余った毛先を処理していきます。でこれ髪の毛短い方はもう軽くねじってピン留めしただけでも大丈夫です。ボブとかは表面長いので、こういったどうしても余った毛先が出てきますので、これを一番いいのはねじって内側にこういった感じで入れ込みます。クルリンパのこの隙間ですね、隙間にねじって入れると綺麗にこういうような感じですね、隠れます。でこの毛先ですね、この毛先を出てこないようにこういった感じでピンで留めておきます。でどうしても髪の量が多い方とかは1本じゃ不安ですので、しっかり
ここを押さえたままピンでグッと入れ込みます。では遅れ毛を軽く巻いていきます。遅れ毛はちょっと細めに巻いていくのが可愛くなるポイントです。何箇所かに分けて巻いてすぐほぐします。遅れ毛はどうしても強く巻いてしまうと老けて見られることもあるので、こういった感じで細かく巻いて指ですぐほぐしてください。でもう少し巻きが欲しかったら巻き足すっていうプロセスが一番失敗が少ないです。では最後にヘアクセをつけていきます。こういった感じのバレッタ、大きめのバレッタが隙間隠しとかゴムが隠れますのでおすすめです。センターにこういった感じ大きめのをつけてもいいですし、結構おすすめなのがおしゃれになるのがこのマジェステですね。こういったのを少しアシンメトリーにつけるとおしゃれっぽさが増しますので、これもおすすめです。はい、完成しました。このアレンジどうしても髪が短い方とか髪が少ない方は隙間が空いてしまいますので、奥の毛束を取って引き出すであったりとか、目立たないゴムの色を使う、大きめのヘアクセを使うなどの方法を使ってみてください。このような感じでヘアアレンジをもっともっと楽しんでもらえる動画を更新していきますので、チャンネル登録していただければ嬉しいです。ありがとうございました。